ありがとうございました。出所しても頑張ってね。はい、もう二度と来ません。お世話になりました。うわ、このパンケーキ美味しそうじゃない。どれどれ、ほんとだ、出所したら食べに行きたいわそりゃずっと先になりそうね。でももうすぐ出所なんじゃないの。あなた模範囚でも優秀な方だし。仮釈放のこと、どうかな。私はみんなと違ってあれだから。私の名前は高沼美穂。この女子刑務所に入って5年目になる人間だ。楽しみと言ったら、寝る前の余暇時間にこうやって共同房の受刑者とテレビを見ること。みんなで食べ物に関する番組を見ては、食べたいお店や欲しいもののことを話し合う。これが最近この房で流行っているおしゃべりだ。ちなみに私と話していた子は薬をやってここに来た。女性の犯罪は薬と窃盗が一番多い。特徴として若い世代は薬、高齢になるにつれ窃盗が多くなるという。ちなみに私はというと、このトラバーネコ、よくも人のお宅を取りやがったな。自分の婚約者を寝取られて相手の女を刺したことがきっかけだ。幸い相手は一命を取り留めた。でも殺人罪は殺意の有無で決まる。相手が死ななかったとはいえ、殺意を持って彼女を刺した私は殺人未遂罪で有罪に。以来この刑務所で刑に服している。もちろん婚約者とは破局、仲の良かった友人たちも離れ、私に残ったのは家族だけ。でもなんでこんなことしちゃったの。すまないが、お前を娘だと思えなくなってしまったよ。お父さん、お母さん、ごめんなさい。面会に来た両親の言葉は冷たく心に響いた。それからというもの、私は心の底から反省し、己の罪を悔いる毎日を送っている。はあ、旗織りって大変ですね。なんで刑務所でこんなの。昔はこの辺りの地区で普通に織られてた織物なんだよ。でもする人がいなくなって、この刑務所で後継者を育てるようになったんだって。私も若い頃はよくこの織物を織ったね。特に面白いのが、この刑務所では希少な織物を刑務作業の一環として織っていることだ。これにより職業訓練だけでなく、貴重な織物の担い手もこの刑務所は輩出しているらしい。私もこの5年間ですっかり織り方覚えちゃったわよ。でもこの技術は外に出ても役立つのかしら。けれどそんなある日。35番、話がある。ちょっといいか。はい。あれ、美穂ちゃんが何かしたのかい。大丈夫です、いいお話ですよ。私は刑務官に話があると呼び出された。仮釈放ですか。あなたは特に優秀な模範囚ですからね。外に出たら保護司の指導のもと外で自由に生活することができる。どうです、出てみたくありませんか。まさか殺人未遂を犯した私が仮釈放になるなんて、本当に大丈夫なのかしら。仮釈放の打診が出ていると知って私は嬉しさよりも不安を覚えた。仮釈放とは、刑務所内で更生が見られた受刑者を一定の条件下で釈放する制度。仮釈放に該当する受刑者は、有期懲役の場合は刑期の1/3、無期懲役の場合は10年以上の刑期を過ぎている必要がある。外に出られる条件は一定期間犯罪を犯さないこと、そして更生を支援する保護司の指導を受けることが必要となる。でも仮釈放から戻ってきた人もこの刑務所にはいる。外に出てもやっていけなくて、盗みをして戻ってきたんだっけ。仮釈放で外に出ても職や身元引受人の家族との折り合いが悪く、犯罪に走る人もいる。そういった人は口を揃えて刑務所の中の方が外の世界よりいいというのだ。その夜、私は共同房の受刑者に
このことを話していた。仮釈放ね、やり直すチャンスじゃないの。でも私が命を奪いかけた人は私が出てきたら怯えると思う。それに家族は身元引き受け人になってくれるかどうか。そういう時は自立更生促進センターっていう宿泊施設があるんだ。そこに入るといいよ。担当の人が昼食や家を探すのも手伝ってくれる。でもおばさんは戻ってきちゃったんでしょ。そうだね、新型ウイルスが流行ってせっかく見つけた仕事もクビになっちゃって、追い詰められて盗みをしてこのざまだよ。でももう新型ウイルスの流行も去ってる。それに仮釈放で出られる確率は若い人の方が高いんだ。あんたはまだやり直せるんだし、挑戦してみたらどうだい。挑戦。そう、傷つけた被害者のためにもまともに生きて償わないと。それをできるチャンスをあんたはもらおうとしてるんだ。そう思えばいいじゃないか。おばちゃんの話を聞いて私は勇気をもらっていた。確かに外でも償いはできるし、これはやり直すチャンスなのかもしれない。私仮出所してみようと思う。ここに戻ってきちゃうかもしれないけど。そうならないようにあんたは頑張りな。それに外に行ったらある程度の制限はつくけど、好きなこともできるようになるよ。お金もたくさん稼げるし、好きなものだって買って食べられる。温泉だって入り放題さ。それは入りたいかも。ここだとお風呂って入れても週に3回だし、入浴時間は15分あるけど、みんな一斉に入るから湯船になんて2分と使ってられないしね。うん、温泉には絶対に行きたい。というかお風呂にゆっくり浸かりたい。おばさんと話すうちに外でやりたいことがどんどん膨らんでくる。私は仮釈放になることを決意するのだった。そしてそのことをいつもテレビを一緒に見る子にも話す。いいなあ、私も親がまともだったら身元引き受け人頼めるのに。でも高校も行ってないし、その自立更生促進センターで暮らせる自信もないや。本当はこういう集団生活も苦手だしね。でも出たらテレビで見たパンケーキを食べたい。ねえ、私の代わりに食べてきてよ。でさ、私が出所したら一緒に食べよう。というかおごって。いいよ、おごってあげる。この刑務所には訳ありの人が多くいる。薬をやって入ってきたという子の多くがなぜか高校に進学していない。そして親とも仲が悪く、複雑な家庭で育った子がほとんどだ。私はおばちゃんにも別れを告げていた。温泉、私の分もお楽しんでおいでよ。はい。はあ、私はもうここから出ることはないだろうけどね。出たとしたら更生保護施設行きだね。更生保護施設？行き場のない出所者が一時的に身を寄せられる施設のことだよ。新型ウイルス前までは住み込みで働いてたけど、今は住む場所もないし、身内も友達も亡くなった人の方が多いからね。そして高齢の受刑者は盗みで捕まった人が大半だ。中には手癖の悪い万引きをやめられない人もいる。でもこの人のように貧しさから盗みに手を出した人も大勢いた。特に高齢の女性は身内もなく貧しい人が多い。そのため窃盗を行う人が多いのだ。その後私は仮出所することに。親に身元引き受け人になってもらい、実家に帰ることになった。今までお世話になりました。元気でね、頑張るのよ。はい。そして受け取った報奨金を確認。月の報奨金がだいたい4700円。それが5年間で28万2000円か。塵も積もれば山となるね。まずはタクシー呼ぼうか。私は刑務所の外に設置してある電話ボックスからタクシーを呼ぶことに。そして家に帰る前にいろんなところを巡った。ここ彼女を刺した場所だわ。今は傷も癒えて普通に暮らしてるらしいけど大丈夫かしら。大事な人を取られたとはいえ手にかけようとしたなんて。
本当にどうかしてた。後で知ったことだが、被害者通知制度という制度があるらしい。これは被害者に加害者が出所したことなどを通知する制度だというのだ。彼女は私が外に出たと知って何を思ったのだろうか。あ、お腹すいた。ちょっとご飯食べようか。パンケーキ食べたいな。その後、私はパンケーキ屋さんを訪れ、おいしい。本当に甘いもの食べるの久しぶりだな。刑務所にはこういったものないもんね。はあ、気持ちいい。そばにあった温泉施設で汗を流した。ゆっくりと湯船に浸かったのは本当に5年ぶりだ。こんな風に湯船に浸かる日がまた来るなんて。本当に外に出られてよかった。前は普通に湯船にゆっくり浸かれてたのが当たり前だったけど、それも自由だからできることなのよね。そしてお酒も飲もうとしたが、確か過度の飲酒やいかがわしい場所への出入りはダメだったのよね。遵守事項にそう書いてあったような。これは厚生保護法に定められた保護観察中の人間が守らなければならないルールのこと。仮釈放された人間は保護司から指導援助を受ける保護観察を受けることになる。遵守事項には一般遵守事項と特別遵守事項がある。一般遵守事項は全ての対象者が守るべき遵守事項、特別遵守事項は個々の対象者ごと定められる遵守事項のことだ。特に私は酔っ払った勢いで婚約者と喧嘩した挙句被害者を傷つけている。なので飲酒は特に気をつけなければならない。その後、私は身元引受人になってくれた両親の待つ実家に向かったが、ただいま。お父さん、お母さん、おかえり、美穂。ふん、厄介者が帰ってきて。お父さん、美穂だって好きで刑務所に行ったわけじゃないのよ。だからって人様を刺すような奴があるか。本当に自分の娘がそんなことをしたなんて今でも信じられん。お父さん。母は私を歓迎してくれたが、父は私に冷たかった。当たり前よね。犯罪を犯した娘なんて家にあげたいと思わないわ。その後、私は役所に行って年金や健康保険の手続きを終えた。その後は仕事を探さないといけないのだが。え、前科のことは隠しても大丈夫なんですか？ええ、履歴書に書く必要もありませんし、面接でも言わなくて大丈夫です。仮釈放であることがバレて仕事をクビになることもありますから。そんな。ハローワークに行って聞いた仮釈放の現実は思ったよりも厳しいものだった。そして服役中や出所者のための受刑者等専用求人があることも知り驚愕。普通の就職活動すら仮釈放では難しいことを思い知る。家に帰って私は一人でへこんだ。はぁ、まずは仕事しないといけないのに、その仕事への道のりが険しい。刑務所で刑務作業してた方がよっぽど世の中のためになってたかも。何のために出てきたのかしら私。でもまずはできることをやらないと。そう思い、私は一念発起。受刑者等専用求人から目ぼしい求人を見つけては面接を受けたが、また不採用か。何が悪いのかしら。なかなか採用に至らず、就活は困難を極めた。さらには実家の周囲を歩こうものなら、ねえ、高沼さんの娘さんって。せえ、噂だと仮出所で出てきたらしいわよ。仮釈放ってちゃんと出所してきたわけじゃないんでしょ。怖いわね。こうやっていろいろと陰口を叩かれる。私がここにいたらお父さんとお母さんにも迷惑がかかる。せめて家のそばにアパートでも借りられれば少しは状況がマシになるのに。けれど、そんなある日。お前刑務作業で織物をやってたようだな。うん、そうだけど。
何？お父さん。それ、子供たちに教えてみないか？え？なんと、父が意外なことを言い出したのだ。でも、仕事も見つからないし、他にやることもない。私はボランティアで織物教室の講師をやることに。すごい！こんな風に織物ってできるんだ。みんなも練習すればできるわよ。やってみて。ボランティアの主催団体の方々は、私に前科があっても温かく迎えてくれた。そして私は子供たちに織物を教えるように。すると、そこから私の織物の評判が伝わったらしい。もしよかったら、うちの工房で働かないか？え？いいんですか？私は受験者等専用求人にも登録している織物工房で働けることに。よかった、これでやっと仕事ができる。そしてそこで意外なことを知ることになるのだ。実は君のお父さんがこの前うちに来てね、娘をよろしく頼みますって頭を下げられていったんだよ。そうなんですか？お父さん、陰では私のこと支えてくれていたのね。なんと、父は私のために織物工房に私を雇ってくれるようお願いに来ていたのだ。ボランティアの話も父が団体と交渉して私が活動できるようにしてくれたらしい。そして家に帰ると、父が子犬を拾ってきていた。はあ、どうしたらいいんだこいつ。うん、どうしたの？いや、さっきそこで拾ってな。どうも捨て犬らしい。あら、かわいいじゃないの。飼い主が見つかるまでうちに置いてあげましょうよ。いや、俺たちでしばらく面倒を見るか。大丈夫、私がこの子の面倒を見るよ。仕事も見つかったし、餌代くらいならなんとかするから。みほ、だからうちで飼わない？まったく、お前は仕方ないな。ちゃんと面倒を見るのよ。うん、分かってる。あ、罪を犯してしまった私だが、今は多くの人に支えられ、人生をやり直している。やってしまったことは取り返しがつかない。だからこそ、これからは過ちを犯さないよう生きていこうと思う。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価、ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。